どうもこんにちは、KK こと加納一馬です。いや違うのよいや違うのよ、今週俺はねドクタースリープを見に行こうとね思ったんだよ。先週ね行けなかったし、コメントにもねドクタースリープの感想聞きたいですなんてねコメントあったから、これはね行くしかないなと思ったんだけど、でもね今週はエースグレードがねようやくね北海道で上映されたんですよ。で今週末にもう上映が終わっちゃうから、これもうすぐ行かなきゃなと思ってね、やっぱ映画って見たい時に見なきゃいけないじゃん、だからね行っちゃったので、行ったらねこれがねほんとすげえ映画だった。いやほんとねとんでもねえ映画だったわこれマジで。そしてね、この作品はね、まず監督がボー・バーナムっていう人で、この人はね、YouTuber 出身の人なんですね。若手の、新進気鋭のね、監督なんで。だから、この作品は、リアルな、今時の青春っていうのがね、しっかりとね、反映されてるんですね。なんで、やっぱり今時のリアルな青春っていうのは、やっぱ SNS なんですよね。やっぱネットなんですよ。まあ別に俺らの時も別にあったけど、でも俺が高校生の時にあった SNS なんて、まあミクシーぐらいだから、ミクシーが限界だったから、だからね、やっぱりそういう意味でこの先ももう、もうこういう世界なんだなとね、やっぱリアルがね、すごいしっかりとあるんですよね。で、この作品のね、主人公はケイラっていう子なんだけど、この子がね、まず何がすごいかって、友達が0人。本当に一人もいないの。普通さ、どんな青春映画でも、なんだ、ナポレオンダイナマイトとか、スーパーバットとか、スイートセブンティーモンスターでも、どんなさ、オタクだったら日陰者でも、一人はいるじゃん。でもね、この作品にはね、マジで、いないんすよ。マジで全然誰もね話しかけてくれないし、こちらからもね全然話しかけれないの。そう、なんか問題があって友達がいないとかそういうわけじゃないの。本当に本当にただの日陰者なの。本当に影を歩くだけのね子でね、もう俺の心はねもう辛くてもうね俺の心突き刺さってきたの。俺もねやっぱどっちかって友達いないタイプだったから、ゼロ人じゃないけど、なんかそういう意味でね、やっぱもうほんと、もうダメだろ。で、このね、主人公の、ケイラちゃんは、友達がね、一人もいないってことで、その自分の気持ちを SNS っていうか、YouTube にね、投稿するんですよ。その自分がこう、日陰者で、あんま冴えない生活を送ってる人に対して、そういうアドバイスをするようなね、動画をね、作ってんだけど、今時の子って、なんか普通に顔出しとかできんだね。もう俺なんか全然やっぱりね、もうこうやってマスクしてる時点でね、やっぱ匿名じゃないとさらけ出せないなと思うけど、全然やっぱ今時の子普通に出せんだね。やっぱそういう感覚全然違うんだなと思ったし、このケイラちゃんのね、作ってる動画の画質がね、すげえクソ。明らかにね、HD 画質じゃないのよ。結構いいね、パソコン使ってそうなのに、ウェブカメラで撮ってたけど、なんかね、その辺がね、なんかちょっと面白かったっす。はい。そしてね、この主人公を演じてるのが、エルシー・フィッシャーっていう方で、この人はね、怪盗グルーの月泥棒の、一番ちっちゃい女の子、芦田愛菜が声を当ててたいキャラクターの元の声をしてたのがこの人なんですよ。でね、この人ね、何がいいかってね、まずね、ニキビ面。そうなんだよね。中学時代って基本みんなニキビ面なんだよね。なんかドラマとか映画とかだとそういうの全然出てこないけど、そうなのよ。リアルってそうなのよね。俺あんまりニキビとかできるタイプじゃなかったけど、周りみんなブツブツだったもん。そういうのもリアルでいいなと思うし、あとね、体型がね、結構ね、太ってんだよね、この子。結構まん丸とした、しっかりとした、ね、体型で、そんな子が、別に仲良くもないね、女の子の誕生日パーティーに行かされて、そこでプールに入るっていうね、これがもうほんと最悪で、わかるなと思いながらね、見てて。で、その誕生日パーティーを主催した女の子のお母さんが、ちょっとみんな集まって、写真撮影するからってね、呼ばれんのよ。それでね、写真撮影しようとした時に、こう、後ろの方でちょっと顔出して、こう、ピースするんだけど、そこでお母さんが、あ、ケイラ、ちょっと、
あの前出てきなさい、ちょっと映りが悪いからみたいな感じで、あの前に出されんだよ。でさ、そこでさ、別にその女の子ともね全然仲良くないし、でしかもその体型がさもう丸分かりになる位置だしっていうので、最悪な状況でそのピースするっていうね、ここはもうほんと最悪だったね。いやでもこういう苦痛は本当わからない、本当二重の苦痛がね、いや本当すごい共感がね本当半端なかったです。いやだからね、この作品ね、とにかく共感力ってのがね半端ない、もう感情移入度がすごすぎて、もう俺みたいなね、そう日陰者はもうすげえ突き刺さる、うん、刺さらない人には刺さんないかもしれないけど、刺さる人にはねとんでもなくね、これはもう本当突き刺さってくるね。例えばね、この主人公のケイラが自撮りするんだよ、なんか公園かなんか庭かなんかでこうピースなんかしてこう自撮りするんだけど、いやするよね、うん、中学時代ってするよね。俺もなんか親が買ってきたデジカメをね使って、それでこうあの何回もね撮るのよ、うん、撮って、であこの角度だったらなんかちょっと全然いけてんじゃんみたいな、あそんなに不細工じゃないよなってこう慰めるような自撮りをね俺もしたよ。しなかった、うん、今の時代はさもう簡単になんかこうポチ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 さ押してさ、あの加工とかすればいいけど、当時はもう本当にもう角度しかなかったから何回も撮り直してね、うん、でそういうことってするじゃん。だから本当になんかこうあのいつの時代もその悩みってのはやっぱあんま変わんないよなと思って、もうね本当にやばいです。で他にもこの作品はその中学時代にあったそのちっちゃいイベントでもめちゃめちゃ大きいビッグイベントのように感じてしまうよなっていう、その感覚をね思い出させてくれるんですよこの作品は。だからさっき言ったプールに行くのも別にそんな大したことないのに、もうほんと演出から何からめちゃめちゃなんか仰々しい感じのね演出入ってくるのよ。で他にもなんか新しくねそのできた友達にショッピングモールに誘われて、そのショッピングモール行くってだけでなんか演出がすげえなんかもうめちゃめちゃなんかでけえなんか BGM かかったりとか、なんかね本当に分かるなっていう、そうあの頃そういう風に思ってたよなっていうのをね本当思い出させてくれるんですよ。で特にこの作品でね、まあ、一番何がもう俺の心をねズタズタにしてくれたのかっていうと、俺もねその中学時代、俺もっていうか俺中学時代にそのスクールランブルって漫画読んだの。あのマガジンでやってたあの高校生の青春ラブコメなんだけど、これを見て俺も高校生になったらもう本当にいい青春が送れるんだろうなって思っちゃったのよ。今考えればね漫画見てねそんな青春があるわけないのに、でも俺あの漫画を読んでちょっと希望持っちゃったらこんな青春来るんだろうな。でこの漫画その17歳の物語だから、俺もそのセブンティーンになったらもう最高の青春が待ってるんじゃないかなと思ったの。でもはっきり言って俺の高校生のっていうかもう学生生活一番最悪だったのが17歳の、もう友達はねできなかった、新しい友達はできなかった。クラスに一人だけねその中学時代からの同級生がいて、でもそいつもねなんかこう自分から話しかけるようなタイプじゃなかったから、なんかそいつと二人でずっと一緒飯食ってた。他の男子とはね全然それが合わなかったの。だから何の別に恋愛とか何もなかったあの頃は。だからねもう本当にさその頃に中学時代にねあんな希望持ってたけどねえよなーって思ったの。それとね同じようなねことをねこのケイラちゃん思うのよ。もうほんとね俺なの。いやほんとにスイートセブンティーンモンスターっていうさ映画あったけど、あの映画はそのあの映画見てね俺これ俺だなと思ったけど、でもやっぱあれはね1割なの。でもこの作品は半分以上俺なの。もう俺の映画なの。もう俺の人生映画にすんじゃねえよって思うぐらいね、もう俺なの。なのでこの作品はもう本当に突き刺さる人にはどちゃくそ突き刺さります。
もう本当にもう日陰者だったり、もう全然学校生活うまくいってなかった人が見るともうほんとズタズタになっちゃう。まあこれはもうほんとすっごい大傑作なんで、まあ多分そのうちすぐあのブルーレイとかも出ると思うんで、ぜひとも皆さん見てください。ということで今回の動画は以上です。チャンネル登録できたらよろしくお願いします。グッチー。